サバゲー女子サバ子ちゃん、いいわ、なんてかっこいいの。銃って素敵、銃が欲しい。あなた銃好きやるのことね、私についてくる酔いのことよ。わ、サバ子ちゃんダメだよ、そいつ明らかに怪しいだよ。サバ子ちゃんとテッド少年はスラム街へ連れて行かれた。これ最近手に入った珍しい代物あるよ、あなた運いいね。さあお金出すよろしい。サバ子ちゃん、そんな大金どこで手に入れたの？その頃サバ子ちゃんのおばあちゃんに人生最大のピンチが訪れようとしていた。お支払いはカードにしますか、現金にしますか？あんたの目は不死やなかい。私は老人よ、老人は年金で払うに決まってるでしょうが。最近の若い者から絞り取った年金で食べるご飯は美味しい。あれ、ここに入れといた年金がないわ。なんだ、無銭飲食か、この不良老人め。覚悟しやがれこの野郎。サバ子またやりやがったな。サバ子ちゃんはついに銃を手に入れた。あ、ついに本物の銃を手に入れた。拳銃の密売容疑で逮捕する。サバ子ちゃんは逮捕されてしまった。サバ子ちゃん、銃刀法という法律があってね、本物の拳銃を売買したり所有してはいけないんだ。じゃあこの溢れる銃への愛はどう収めればいいの？エアガンやガスガン、モデルガン、最近は電動ガンなんてのもあるから、それを買えばいいよ。ただし田中のカシオペアはダメだぞ。よし、私出所したらエアガンを買おう。そうだね、その前にちゃんとおばあちゃんに年金を返そうね。